ゆっくり。という、チャンネル。こんにちは、今回は CBT1 と現在を比較して、モーションやエフェクトに違いがあるのかというのを、調べてみましょうという動画です。意外な変更点とかあるかもしれないね。ちなみに、ダメージやテンプ倍率なんかは今回見ません。よろしくお願いします。まず、空ですね。おや？いきなりモーションが違いますね。現在の通常はこんな感じ。空の通常は昔はベネットと同じモーションだったのか。銃撃は今と変わらなさそう？続いて、元素スキルですが、同じですかね。ちょっと、範囲が狭く見える？爆発もさほど変わらんので割愛。そして、こちらは敵を殴っているシーンですね。モーションの違和感すごいですね。最後、武器のしまい方。投げ捨ててますね。今は、虚空に投げ捨ててますよね。続いて、アンバーですね。アンバーは何か変わったの？はい、アンバーは戦闘モーションは違いがわからんかった。こちら、普通の狙い撃ち。ウサギ伯爵。そして、元素爆発。これも同じだね。武器姉妹も今と同じかな？あとは、アンバーの限定待機モーションですかね。これは、正直どうして消えたんだろうね。続いてガイアさん。ガイアさんも大して変更点はないかな。モーションも同じだね。そして、ベータの頃からカイトの持ち主だったか。爆発も変わらない感じだね。武器をしまうモーションも同じですかね。続いて、リサさんです。リサさんもほとんど同じですね。こう見ると、ほとんどベータの頃から完成されてたんだね。って考えるとすごいな。ざっくりベータと変わるゲームもあるしね。武器をしまうモーションも同じですね。続きましてバーバラ。バーバラも同じですかね。変わっていない気がするね。そういえば、バーバラは下着がナーフされてましたね。下着の線まで見えてたんか。ちなみに今はこんな感じで、タイツが分厚くなっております。なるほど、今のバーバラよりセクシーだったんだね。続いて、ディルックの旦那は変更点がしっかりあります。通常攻撃は普通の4段なんだね、一緒かな。お？はい、現在とは違い銃撃が身長関係なく、ぐるぐるでした。正直銃撃の使い勝手はお世辞にも良いとは言えんが。一応今のやつはまだマシだよね。今のはこんな感じ。高身長系の方が銃撃は使いやすいらしい。というか、アビスのシールド壊してるの PV 詐欺感あるな。続いて、元素スキルですが、画面がカクカクしてますね。振動してるって感じでしょうか。かっこいいけど、画面酔いするみたいな苦情が来たのかな。効果音も気になったので音量上げてました。現在のスキルは滑らかだよね。若干振動してる気がするけど、CBT ほど感じないね。単純に FPS の違いとかだったらすみません。爆発は、普通だね。武器しまうのも同じだね。続いて、レザー君です。ちょっと通常モーションが早いかな？気のせいだったかも。気のせい説が高いな、並べればほぼスピード変わらんし。
このあたりは、今と同じですね。そうだね、レザーは今のままかな？続いて、みんな大好き人団長。モーションは同じですね。特に変化はなさそうだね。スキルのエフェクトも同じかな。中心の照準が今と違うけど。これは CBT ってより、公式リリース後の変更だったよね、確か。来ました、シャンリン。シャンリンといえば、あれが超有名ですよね。うん、スキルのアイコンが違う？はい、パンダがガチのパンダです。なんか、今の方が愛くるしいな。あと、細かいですが、スキル CT が6秒なのも確認できますね。一応、現在のタヌキがこちら。見た目が大きく変わりましたね。唐辛もし若干見た目変わったのね。爆発は変わっていないようですね。しまうモーションも同じだね。次は、通称エイコ20。通常は変わってないかな。持っていないから自信なさげだね。このあたりも多分今と同じかな。いや、若干違うかな。最初の閃光みたいなのがないね。こんな微妙なところが変わっていたんだね。爆発はなんかまがまがしいな。今は随分おしゃれな感じになったよね。姉妹モーションは同じだね。最後はみんな大好き神里彩香ですね。彩香は CBT では超有名だよね。基本的に通常スキル爆発に変わりはありません。なるほど、あれが超有名ですが他はお変わりないんだね。もしかしたら、エフェクトが今の方が豪華かもくらいかな。目に見えてわかるような変化はないんだね。この辺微妙に違うかも。当時は万歳してるから若干アホの子っぽい感じがあるね。現在は、スケートみたいだよね。スキルはこんなもんか。今と変わらん気がするね。そして、このアサシンスキルこちらは削除モーションだね。別の能力に置き換わったって噂だね。姉妹モーションは同じだね。はい、あとはアヤカも下着ナーフでしたね。現在はモモ引きみたいなのはいているよね。今のやつも見ておきましょう。今はこんな感じだね。なんとも言えん写真。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちなみに、ホタルは陣と全く同じ攻撃モーションでした。自分空メインなので、比較晴れないので許して。とりあえず、空もホタルもモーションは作り直されたんだね。そういうことかな。ということで、CBT1 との各キャラクターの比較をざっくりしました。皆さんいかがだったでしょうか。半分くらいは同じだった気がするけど、ここまで変更されてたんだね。CBT の段階からミホヨの本気度合いを感じましたね。スメイルがどうなるのか期待ですね。はい、それでは今回の動画はここまでになります。ここまでご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、さようなら。